信長が京本能寺で光秀の手にかかり討ち死に。秀吉様、ご運が開けましたな。勘弁、お前清正、何帰り支度してんの。これから毛利と決戦じゃ。今日に向かう。秀吉様の命令だ。お前も早く支度しろ。え、いくらなんだ急じゃね。ああ、そういや頭でっかちは。三成も急な命に応えるべく働いてるさ。行くぞ正則、俺たちは俺たちの役割を果たすまでだ。そう、待てよ清正。かがり火に沿ってかけよ。装備は最低限でよい。押し兵糧もいらぬ。腹が減ったら沿道の民より恵んでもらえ。さあ急げ。貴様は確か大谷義継。何をグズグズしている。流れは秀吉様に。そう急ぐ必要もない。いいから早く出立しろ。明智光秀、謀反により織田信長本能寺に撤死する。その知らせを聞いた羽柴秀吉は西国攻略を中断。睨み合っていた毛利と和睦し大返しを行う。秀吉は若き子飼いの将たちを引き連れ、誰もが予測しえなかった速さで京に向かい進軍。光秀が中央の基盤を固める前に決戦へと持ち込んだ。決戦の地は京と西国を結ぶ要衝山崎。天下統一の将、山崎の戦い。時の流れには逆らえぬ。俺の志、この命お前に預けよう。まさか信長様が光秀に討たれるとはな。これは弔い合戦だ。負けられないぞ。分かってるぜ清正。光秀ボコリャおじきの天下だ。大声でバカなことを言うなバカ。ことは複雑だ。お前は黙って戦えばいい。秀吉様には主の仇を討った忠臣という大義がいる。俺たちがその大義をぶち壊してどうする。はい、出た大人の事情ってやつ。てめえらだって内心じゃ同じこと思ってんのによ。こら、大事な戦を前にまた喧嘩して。3人とも来なさい。おねね様、お説教は後にしていただけますか。大事な戦を前に我々の士気が下がってしまいます。何口答えしてんだ三成。おねね様、俺は別にその。
あれ清正、何赤くなってんの。士気を上げるため清正のみお説教お願いします。もうみんな仲良く頑張らないとダメでしょ。三成も正則も来なさい。みんな気合注入だよ。長政が死んだ後、お前さんとお市様がわしんとこに来てくれた時の嬉しさっちゅうたら。よしすぐ、この戦も期待しとるで。百万の軍勢をも縦横に操るその軍略、見せてくれ。は。浅井家に仕えていた時代、慶は藤堂高虎と親しかったと聞く。その高虎は徳川家に仕官したそうだ。知っているか。いいえ。なぜ今そんな話を。この戦に勝てば秀吉様の天下への道が開ける。だが天下への障壁はまだ多い。信長の意地、柴田勝家、そして徳川家康。家康がもし秀吉様と対峙したら、慶はどうするのかな。些細なことが乱の火種となる。身辺はきれいにしておくことだ。ご忠告痛み入りまする。さて、天下分け目の大一番じゃ。まずは天王山の麓から制圧するで。光秀討伐っちゅう大仕事が控えとる。味方を撃たせんな。天王山とりゃ明智の陣は丸見えじゃ。勘弁、お前には秘策があるんじゃろ。腕利きの者を山の北に忍ばせました。山と敵陣を結ぶ道を構築しているか。敵将討ち取ったり。敵将討ち取ったり。お前はそそっかし、光秀と誰かの首を間違えればよいな。こんな時に喧嘩はやめろ、バカ。光秀は強敵、黙って見ていると痛い目に遭うぞ。いい流れを引き込めたか。聞かせてもらう。よし、この勢いで天王山に突っ込んで。秀長、本陣は頼んだ。天王山の手元を奪い返すのです。開門。俺に任せよ。彼の血は容赦、敵の侵入を許してはならぬ。流れに乗ったまでのこと。
ませんか。怒れる気がせんな。山頂を目指す。この戦の勝利を決定的なものにするのだ。開門。流れに乗ったまでも。打ち取ったら負けてしまうとは。敵将打ち取ったら肩をつけ、俺に任せよ。今朝子、官兵衛さんの命により敵本陣への道こさえておきましたよ。開門。目にも見よ。この戦も官兵衛の手中ってこっちゃな。味方ながら切れすぎるわ。島佐藤、また妙な奴を連れてきたもんね。敵将討ち取ったり。流れに乗ったまでに。この程度の戦果は誇れる気がせんな。敵将を討ち取った。肩をつけ、生きてる？師匠が助けに来たわよ。来てくれると思っておったぞ。さすが水根、ルールを潜ませておったか。秀長が撃たれちゃ終わりじゃ。守れ！つまらぬ敵だ。もう終わりか。山頂は確保できたようですね。さあ、ここから明智本陣へ。どうぞ。開門。左近はこの戦の功労者じゃ。みんな、守ってやってくれ。わしの誇りじゃ。義経、やはり頼れる男だな。試してやろう、貴様の維持する力を。あなたに呼んであげるわ。知恵を尽くす。見えた。
流れに乗ったまでも。俺に任せよ。目にも見よ。うっとうしいのだよ。光秀。愚かな。ありがとうございます。覚悟はとうにできておる。参れ。この程度の戦果誇れる気がせんな。敵将討ち取ったり。なんという強さよ。さんにもいろいろあってね。悪いがここは通さないと。エモン。剣を抜かせないで欲しいんだね。クズどもが。その治療最適並ぶものなし。こいつは苦戦必至ってやつかね。松永殿ならつまらんと吐き捨てそうだ。サイモン。敵将討ち取ったり。目にも見よ。鬱陶しいのだよ。愚か者だ。その地理最適並ぶものなしだ。敵将討ち取ったり。意地が悪いって僕なのじゃ。
開門。今だ、全軍明智本陣に突っ込め。こんなやり方でうまくいくと思ったのか。おとなしく撃たれてもらおう。目にも見よ、うっとうしいのだよ。綺麗な顔してやるじゃないですか。三成、その地理採択並ぶものなし。信長様は死んだ。じゃが世界は変わったか。何も変わっとらん。戦の毎日じゃ。信長様のやり方が正しかったとは思わん。じゃがあの方は確かに前に進んどったんさ。わしも前に進むと決めたんじゃ。信長様や光秀に代わり日の元を変えるために。わしも信長様のようになるかもしれん。そう思うなら撃てばええ。気になる奴はいるか。俺はお前の目として動いてやる。孫一重、俺はやっぱりお前が作るよってやつを見たいらしい。なら奥州に行ってくれんか。伊達の世継ぎがなかなか面白い小僧らしい。もうそんなとこに目がいってんのかよ。わかった、奥州一帯お前に代わって見てきてやる。秀吉、くれぐれも信長になるんじゃねえぞ。俺はもうダチが死ぬのを見たくねえんだ。ああ、分かっとる。わしももうダチが悲しむ顔は見たくない。